リモクという家具のメーカーが今回その世界に向けてこうブランドをローンチするということで、カリモクニュースタンダードという新しい、ブランドで、このミラノで展示をすることになりました。でやっぱり僕らが伝えたいのは、その日本の家具のメーカー、真摯に取り組んだメーカーさんが誠実にこう取り組んだ結果、今後のこう新しいスタイルを作っていくという意味でですね、あのインスタレーションという、まあ、会場のインスタレーションもすごく重要なんですけども、まずはその一番の大事なところはですね、家具、木の家具をちゃんと見せて、こうちゃんと座って確かめてもらうという、そういうリアリティを一番大事にしました。細長いものが実はその木の表面を、そのこれもカリモクさんの技術で、円筒形にシームレスで縫える技術を持っている、ものを応用してですね、木に見えるプログラムを組んで、このホワイトキューブの中にこう木をですね断立させまして、でこれを来た人がこう森の中を縫うような形でこう歩いていくと、そこにこう新しい木の家具が出会う。次の空間にも入ってくるんですけど、でこう本当にこう森の中に行くと、こう出会う、こうウサギに出会うとか、こう新しいものに見るような発見をなんかでしてもらいたいなということ で彼らは、オランダのショッティ&ベイジンスという、まあ、デザイナーがやったものがちゃんと見える空間、の中にこうその森の中を出た発見として、こう2つのものをまあ、総合的に見せれるようなプロジェクトにしました。で、この木はですね、実はその木の抜け殻になっているイメージでして、実際そのこの間伐材を使った木の、ものの中身はですね、ちゃんとこういうふうにカリモクさんが家具として使うということで、その今社会問題になっている間伐材っていう問題をですね、そのカリモクさんがその使う、家具に使うということで、その問題をですね真摯に捉えて、社会に対してもやっぱりその、カリモクが何ができるかっていうものをちゃんと伝えれるような場に、プロジェクトにしようということで、このインスタレーションにもなりました。カリモクニュースタンダードは一つのプラットフォームにして、いろんな人がこう関われるような、プロジェクトにしたいなと、思いましたので、僕がデザインするだけじゃなくて、僕にできない、その世界で、これからのマーケットをこう作っていくブランドということで、その世界の文化とか、考えをですね、このカリモクの中にも、入って一緒にやっていきたいなと思ったので、この中で海外のデザイナーというものも、参加してもらうようにディレクションして、で新製品として一緒に参加してもらいました。で、その中で僕らはその中でもスタンダードを作るということで、全体のコンセプトとしてはこう面白いものを作るというのを、今もうみんなが持っている家具の中にプラスアルファ一つでも足していけるだろうというようなスモールオブジェクトを中心にして、やりましたので、システムとしての提案でもなくて、こうもうみんながこう生活をしている中で、こう一つ個性のある家具を置きたいとか、それにプラスちょっと足りないものっていうもののラインナップを、今回ですねニュースタンダードでも中心に考えて、コレクションしました。でこれがあのその一番分かりやすいかなと思うものなんですけど、これはスールスというコンセプトの椅子なんですけど、じゃあ実際その椅子がみんな欲しいと思っても、生活の中ではダイニングテーブルに椅子って存在しているので、なかなか次の椅子を買うというのは難しいと。ただこのスツールズだと、あのお客さんが来た時にあのちょっとしたものでこう椅子になるという機能を持った、家具なんですけど、じゃあお客さんいない時はそのまま椅子になるのかではなくてですね、このスツールズはお客さんいない時はちょっとこうソファーのところに横に置いて、ちょっとサイドテーブルとして使ったりとか、まあ、ちょっと植木鉢を置いたりとか、別の機能を持ったこう別のファンクションを備えたあのスツールということで、最後のこう複数形の S がついてるものです。これによってこうなんかこう椅子欲しいけどちょっと買えないんじゃなくて、これだったらっていう、こう
使う人が少し余地が残ってるっていう、自分でこう、あ、これだったらここに置いたらいいなっていうものが、こう使う人にこう余地を与えたプロダクトが僕らがこう考えた中心になってまして、空間のインスタレーションっていうところでどういう展示を見せるかっていうところの、興味もあると思うんですけど、来てみてやっぱりトータルでその家具そのものを見て、やっぱりそこのクオリティ、デザインっていうものに評価してもらってる部分もあってですね、であとはそのこれは本当にすごいいいことだなと思ったのが、やっぱ日本の方が今までと海外のデザインを見てこのデザインいいっていう受け身の評価だったのが、今回はですね、なんか多分すごく多くの方がなんか自分たちの国のデザインがここミラノで出たっていうことで、なんか自分ごとのように喜んでくれるケースがすごくありまして、なんかすごくそういう意味ではですね、なんかいろんな人の反応が受け身じゃなくて一緒につながっている感じがして、それはすごく楽しいのと、あと海外のデザイナーとかが口コミでなんかどうもここのカニモクっていう家具が名前知らないけどすごいものを展示している口コミでですね、日に日にこの見に来てくれる人が外国の方が増えてきているというところでですね、なんかやってよかったなと。